グランドセントラル駅1936年本線は、ハドソン川、エリー運が、エリー湖の基地に沿っており、ウォーターレベルルートと呼ばれた、ニューヨークセントラル鉄道は、広告宣伝においては単に、ニューヨークセントラルの名でも知られた、アメリカ合衆国北東部で営業していた、鉄道会社である。ニューヨークに本社を置き、アメリカ合衆国の北東部のほとんどに、鉄道網を広げ、ニューヨーク州、 ペンシルベニア州、オハイオ州、ミシガン州、インディアナ州、イリノイ州、マサチューセッツ州に路線を持ち、さらにカナダのオンタリオ州とケベック州にも路線があった。ニューヨークセントラル鉄道は主に、東部のニューヨークやボストン途中西部のシカゴや、セントルイス、およびその中間にある、オールバニバッファロークリーブランドシンシナティ・デトロイトといった都市を結んでいた。 ニューヨークセントラル鉄道が建設したニューヨークのグランドセントラル駅は現存する最もよく知られたランドマークである。1968年にニューヨークセントラル鉄道はかつてのライバルであるペンシルバニア鉄道と合併しペンセントラル鉄道となった。その後1969年にニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道もこれに加わっている。 しかし1970年にペンセントラル鉄道は破綻し、1976年に連邦政府によって設立されたコンレールに買収されて国有化された。1998年にコンレールは分割され、旧ニューヨークセントラル鉄道区間は新しく設立されたニューヨークセントラルラインズ LLC に移管されて、 CSX トランスポーテーションと貨物専用のノンフォークサザン鉄道にリースされ、後に吸収された。これらの会社の路線網には、かつてのニューヨークセントラル鉄道の本線が含まれているが、これ以外の区間ではかつて一度もニューヨークセントラル鉄道の路線網ではなかった区間も含まれている。有名なウォーターレベルルートは、ニューヨークとアップステートニューヨークを結んでおり、世界で 最初の長距離複々線区間であった。ニューヨークセントラル鉄道を構成する最も古い部分はニューヨーク州で最初の高級的な鉄道路線でアメリカ合衆国でも最初期の鉄道であった。モホークハドソン鉄道はモホーク川沿いのスケネクタディとハドソン川沿いのオルバニーを結ぶために1826年に路線特許を得た。これは 貨物や特に旅客にとって、スケネクタデからオルバニーまでのエリー運河にある多数の公門にかかる時間を短縮するものであった。モホークハドソン鉄道は1831年9月24日に開通し、1847年4月19日にオルバニースケネクタデ鉄道へ改称した。ユーティカスケネクタデ鉄道は1833年4月29日に、 路線特許を受けたが、エリー・ウンガに並行する鉄道路線であったため貨物輸送を禁じられていた。営業運行は1836年8月2日に開始され、オルバニースケネクタリ鉄道の路線を西に延長し、エリー・ウンガとは反対側のモホーク側の北に沿ってユーティカまでを結んだ。 1844年5月7日に、いくつかの制約を受けたものの貨物輸送を許可され、1847年5月12日には、制約は完全に撤廃されたが、運河の通行量と同額を州に対して納める必要があった。シラキュースユーティカ鉄道は1836年5月1日に、路線特許を受け、同様に運河から転移した貨物について州に対して、 支払いを行う必要があった。鉄道の全区間は1839年7月3日に開通し、ロームを経由してシラキュースまで、さらに鉄道が伸びた。さらにすでに開通していた、オーバーアンシラキュース鉄道によりオーバーアンまで、鉄道で結ばれた。この路線は、エリー運河のそばに沿って、ロームを経由するために遠回りをしていたため、 シラキュースユーティカダイレクト鉄道が1853年1月26日に路線特許を受けた。この路線は結局少しも建設されることはなかったが、1885年にニューヨークセントラル鉄道に買収されたウェストショア鉄道が同じ目的を後に達成した。オーバーシラキュース鉄道は1834年5月1日に路線特許を取得し、 1838年に大半が開通して、最後の4マイルの区間が1839年6月4日に開通した。その1ヶ月後、シラキュースユーティカ鉄道の開通により、オルバニーから西へシラキュースを経てオーバーンまで、そしてジニーバまでの途中までの路線を完成させた。オーバーンロチェスター鉄道は1836年5月13日に路線特許を得て、 ジェニーバからカナンデーグアを経てロチェスターまでの路線延長を1841年11月4日に開通させた。この2社は1850年8月1日に合併して通称オーバーン鉄道としても後に知られるロチェスターシラキュース鉄道を形成したがかなり遠回りであった。これを解決するためにロチェスターシラキュースダイレクト鉄道が路線特許を受け、 すぐに1850年8月6日にロチェスターシラキュース鉄道に合併した。この路線は1853年6月1日に開通し、エリー運河におおむね並行して2つの都市をより直線的に結んだ。ロチェスターより西へは、トナワンダ鉄道がロチェスターからアッティカまで1832年4月24日に特許を受けた。最初の区間である ロチスターから南西へバタビアまでは1837年5月5日に開通し、アッティカまでの残りの区間は1843年1月8日に開通した。アッティカバッファロー鉄道は1836年に路線特許を受け、1842年11月24日にバッファローから東へアッティカまで開通した。 オーバーンロチェスター鉄道が開通した1841年の時点でロチェスターではトナワンダ鉄道への接続がなかったがこれを例外としてバッファローからオールバニまでの鉄道路線が全通した1844年3月19日にトナワンダ鉄道は接続路線の建設を認可され同年開通させたオールバニアンドスケネクタディ鉄道は オールバニからバッファローまでの他の鉄道会社の所有するすべての荷物車、郵便車、移民車を1848年2月17日に買収して投資の列車運行を開始した。1850年12月7日にはトナワンダ鉄道とアッティカバッファロー鉄道が合併してバッファローロチェスター鉄道となった。バッファローから東へバタビアまでの新しい 直通路線は1852年4月26日に開通し、急線の内バッファローの東にあるデピュートアッティカの間はバッファローニューヨークシティ鉄道へ11月1日に売却された。この路線はニューヨークイリー鉄道の鉄道網に編入され、同社の6フィート後期へ改め消された。スケネクタディトロイ鉄道は1836年に 路線特許を得て1842年に開通し、ハドソン川とスケネクタリを結ぶ、もう一本の経路となり、ハドソン川側では、トロイを終点としていた。ロックポートナイアガラフォールズ鉄道は1834年に、エリー運河沿いのロックポートから西へナイアガラフォールズまでの路線特許を受けた。この路線は1838年に開通した。 1850年12月14日に、ロチェスター・ロックポートナイアガラ・ホールズ鉄道として再編されて、東のロチェスターまでのバッファローロックポート鉄道は、1852年4月27日に、ロチェスター・ロックポートナイアガラ・ホールズ鉄道の支線を、ロックポートからバッファローまで建設する路線特許を受けた。1854年に開通し、 ロックポートからトナーアンダまで走り、そこで1837年に開通したバッファローナイアガラホールズ鉄道に合流して、残りのバッファローまでの路線を走った。シラキュースユーティカダイレクト鉄道に加えて、結局建設されなかった鉄道会社としてはモホークバレー鉄道があり、1851年1月21日に路線特許を受け、 モホーク川の南側をスケネクタディからユーティカまで、これらの町とエリー・運河の対岸に建設することになっていた。この場所には後に、ウェスト・ショア鉄道が建設された。ニューヨーク・セントラル鉄道のウォーターレベルルート、ウェスト・ショア鉄道、エリー・運河の地図オルバニーの実業家と、モホーク・バレー鉄道の所有者であった、エラスタス・コーニングは、これらの鉄道網を合併させて一つの、 鉄道会社にし、1853年3月17日に合意が成立した。4月2日に、州当局の承認が得られ、1853年5月17日に、これら10社が合併して、ニューヨークセントラル鉄道が発足した。ニューヨークセントラル鉄道へが合併したのは、以下の会社である、オルバニースケネクタディ鉄道、ユーティカ スケネクタリ鉄道シラキュースユーティカ鉄道ロチェスターシラキュース鉄道バッファローロチェスター鉄道ロチェスターシラキュース鉄道はオーバーン、ジェニーバー、カナンデグアを経由する急線も保有しておりオーバーン鉄道と呼ばれていたバッファローロチェスター鉄道にはバタビアからアッティカまでの1852年までは本線の一部であった支線も所有していた 以上五社がオルバニーからバッファローへの本線を形成した。スケネクタディトロイ鉄道スケネクタディから東へ、トロイまでの支線ロチェスターロックポートナイアガラフォールズ鉄道ロチェスターから西へ、ナイアガラフォールズまでの大きな支線バッファローロックポート鉄道ロチェスターロックポートナイアガラフォールズ鉄道のロックポートから南へ、バッファローまでの支線で、トナワンダからはバッファロー ナヤガラフォールズ鉄道の線路使用権による。一家の二社は、鉄道路線を実際に建設することはなかった。モホークバレー鉄道シラキュスユーティカ、ダイレクト鉄道すぐにバッファローステート、ライン鉄道とエリーノースイースト鉄道が6フィート後期から、標準期へ、改め期し、ニューヨークセントラル鉄道と、バッファローで直通して、ペンシルベニア州、エリーまでの路線を形成した。 ロチェスターレイク、オンタリオ鉄道は1852年に設立され、1853年秋に開通した。この路線は後にニューヨークセントラル鉄道の一部となったロチェスターロックポートナイアガラフォールズ鉄道に貸し出された。1855年にニューヨークセントラル鉄道に合併し、ロチェスターから北へオンタリオ湖に面したシャーロットまでの支線となった。 バッファローナイアガラフォールズ鉄道もまた1855年にニューヨークセントラル鉄道に合併した。この鉄道は1834年に路線特許を受け1837年に開通し、バッファローとナイアガラフォールズを結ぶ路線を営業していた。1853年にニューヨークセントラル鉄道に貸し出された。 同じく1855年にナイアガラホールズから北イルイストンまで運行していたルイストン鉄道も合併した。1836年に路線特許を受け1837年に開通し他の鉄道との接続なしに運行されてきた。1854年に南への延長が行わればファローナイアガラホールズ鉄道と接続し、路線は ニューヨークセントラル鉄道へ貸し出された。カナンデーグアナイアガラホールズ鉄道は1851年に路線特許を受けた。1853年にオーバーン鉄道と接続するカナンデーグアから西へバタビアまでの最初の区間が開通した。さらに西へノースとアナンダまでがその年内に開通し、1854年にはナイアガラホールズまで開通して、 ナイアガラフォールズ橋へ連絡した。ニューヨークセントラル鉄道は、この会社が1858年に倒産した際に、買収し、ナイアガラブリッジカナンデーグア鉄道として再編し、1890年には吸収合併した。サラトガハドソンリバー鉄道は1864年に路線特許を受け、スケネクタディの南東、ハドソン川西岸のアセンズの南南東にある、 ニューヨークセントラル鉄道のアセンズジャンクションから分岐する支線を1866年に開通させた。1967年9月9日にこの会社はニューヨークセントラル鉄道に合併したが、1867年にアセンズのターミナルが消失し、路線は廃止となった。1880年代にはニューヨークウェストショアンドバッファロー鉄道がこの路線を借り受けて、 自社の本線都市、1885年に、ニューヨークセントラル鉄道が買収して、ウェストショア鉄道とした。オルバニーのリビングストーンアベニュー橋を描いた1866年の、絵画トロイグリーンブッシュ鉄道は1845年に、路線特許を受け、同年開通し、トロイから南へハドソン川の東側に面した、イーストオルバニーまでを結んだ。 ハドソン・リバー鉄道は1846年5月12日に路線特許を受け、この路線を南へニューヨークまで結ぶことになっていた。全線は1851年10月3日に開通した。開通前の6月1日にハドソン・リバー鉄道はトロイグリーンブッシュ鉄道を借り受けた。コーネリアス・ワンダービルトは並行するニューヨークハーレム鉄道を買収した直後に、 1864年にハドソンリバー鉄道の支配権をも握った。イレブンスアベニューの路面を走行して、事故の多かった鉄道を高架によって置き換えるために、ハドソンリバー鉄道に沿って1934年にニューヨークにハイラインが開通した。効果となった区間は、その後廃止となったが、同時に建設された北のトンネル区間は、 アムトラックの列車がペンシルベニア駅に入るのに使われている。他の列車はニューヨークハーレム鉄道へのアクセスにはスピュイテン・デュイビルポート、モリス鉄道を経由する。チェルシー地区にあるハイラインの残されていた区間は近年戦場の公園となった。1876年頃の地図1893年頃の地図1900年の地図1900 1869年11月1日に、ニューヨークセントラル鉄道と彼が以前から所有していた、ハドソンリバー鉄道を合併させて、ニューヨークセントラルハドソンリバー鉄道とした。これにより、鉄道網は、オルバニーから南へ、ハドソン川の東岸に沿ってニューヨークまで延長され、またオルバニーから北へ、トロイグリーンブッシュ鉄道からの下流客間も、含むようになった。 1914年には会社名を再度変更してニューヨークセントラル鉄道となった。バンダービルト所有の他の路線もニューヨークセントラル鉄道の一部として運営された。そうした路線としてはニューヨークハーレム鉄道、レーク、ショアミシガンサザン鉄道、カナダサザン鉄道、ミシガンセントラル鉄道などがあった。出費点、デュイビルポート、 モリス鉄道は1869年に路線特許を受けて1871年に開通し、ハーレム側の北側でハドソン側に沿って南東へ、ニューヨークハーレム鉄道へ、そしてグランドセントラル駅までの列車を走らせる経路となり、またポートモリスにある貨物施設にもつながっていた。開通時点からニューヨークセントラル鉄道が借り受けていた。 ジェニーバーリオンズ鉄道は1877年に設立されて1878年に開通し、開通時点からニューヨークセントラル鉄道が借り受けていた。これはシラキュースとロチェスターを結ぶ南北の接続路線で、本線からリオンズで分岐して南へ、オーバーン鉄道のジェニーバーまでを結んでいた。この会社は1890年にニューヨークセントラル鉄道へ合併された。 1900年7月1日に、ボストンオルバニー鉄道は、ニューヨークセントラル鉄道に借り受けられたが、独立した企業としての存在は維持した。クリーブランドコロンバス、シンシナティインディアナポリス鉄道、シンシナティ・インディアナポリスセントルイスシカゴ鉄道、およびインディアナポリスセントルイス鉄道の合併により1889年6月30日に、ビッグ、 法として知られるクリーブランドシンシナティシカゴセントルイス鉄道が発足したその後インディアナブルーミントンウェスタン鉄道の支配権も握った1906年にビッグ不法自体もニューヨークセントラル鉄道に買収されたニューヨークセントラル鉄道は主要なライバルであったペンシルバニア鉄道の山がちな路線と比べて際立って異なる特徴を持っていた ニューヨークセントラル鉄道はウォーターレベルルートとして知られ、ニューヨークからシカゴまでの重要な本線のほとんどは川に沿っており、ウェスト・オルバニー給料以外に特にきつい勾配はなかった。このことは広告戦略や有名な機関車の設計など多くのことに影響を及ぼした。ニューヨークセントラル鉄道の蒸気機関車は勾配区間での牽引力ではなく平坦な本線での速度に 最適化されていた。有名なハドソン型の J クラスや、第二次世界大戦期のモホーク型の L-3、L-4、そして大戦後のナイアガラ型の S クラスなどは、蒸気機関車愛好家からはその速度特性に特化した、性格を受け継いだそのものであると評されている。蒸気機関車の中でも、最も近代的な設計のものを保有していたにも、かかわらず、 ニューヨークセントラル鉄道は財務的な問題に当時直面していたこと、ディーゼル機関車が経済的なメリットを持つと考えたことから急速にディーゼル化を進めた。当時の経営幹部であったアルフレッド・パールマンがニューヨークセントラル鉄道の優れた蒸気機関車の保存という考えに全く賛成しなかったため、ニューヨークセントラル鉄道の蒸気機関車で残されているのはほんのわずかである。 ハドソン型も、ナイアガラ型も、すべて1956年までに解体されてしまった。2010年時点で、ニューヨークセントラル鉄道の大型蒸気機関車で、保存されているのは、モホーク型の2両のみで、セントルイスの交通博物館にある、L、L-2D 型2933号と、インディアナ州、エルクハートのナショナルニューヨークセントラル。 鉄道博物館に保存されている L-3R 型3 0 0 1号である。L-2D 型百9 3 3号は1955年から1957年にかけての解体作業において見落とされており、数年間にわたって同情的な従業員によって、ニューヨークのセルカークヤードの線形庫の奥で大きな箱の後ろに隠されていた。 1962年1月にこの機関車の解体問題が世論の関心を引いて広告宣伝上の問題となりそうであったためセントルイスの博物館に寄贈されることになった。ニューヨークセントラル鉄道でニューヨーク州内における最後の蒸気機関車運行は1953年8月7日であったのでこの機関車がここまで残ったのは信じられないことである。 1940年にアメリカンロコモティブで製造された唯一の保存された第二次世界大戦期のニューヨークセントラル鉄道の蒸気機関車である L-3R 型30001号はテキサス州ダラスへ売却されて残った。ダラスではステートフェアの開催会場に置かれていたテキサスパシフィック鉄道の638号機関車が1949年に 寄贈されて保存されて以来、バンダリズムによって大きく傷んでいたために、これを置き換えるために3001号が購入された。そのかなり後に、ナショナルニューヨークセントラル鉄道博物館が、ペンシルバニア鉄道の電気機関車、GGHK4903 号と引き換えに3001号を入手した。この機関車は良好な状態にあるとされており、 運転に適当な線路が見つかれば修復して運行する候補となるだろうとされる。北東部鉄道会社の経営状況は悲惨なものとなり、ディーゼル機関車の経済性でも事態を変えることができないほどになった。線路が混雑している地域を中心に多くの線像や短絡線の建設が行われた。ジャンクション鉄道のバッファローベルト線は百七十一年に開通し、 バッファローから北東への先蔵となり、また、旅客列車にとっては、市街地を経由する周回路線ともなった。1885年に買収したウェストショア鉄道は、ロチェスター周辺での迂回路線となった。バッファローターミナル鉄道のガーデンビルカットオフは1898年に開通して、バッファローを迂回する南東への路線となった。 スケネクタディ迂回線は、ウェストショア鉄道への2本の接続線から構成され、スケネクタディにあった急勾配を迂回することができるようになっていた。この計画全体は1902年に完成した。クリーブランドショートライン鉄道は、クリーブランドを迂回する路線を建設し、1912年に開通した。1924年には、過密となっていたウェストオルバニーのターミナルや、 丘陵地帯を迂回する27.5マイルの貨物線として、ハドソンリバーコネクティング鉄道のキャッスルトンカットオフの一環として、アルフレッド・イイチ・スミスメモリアル橋が開通した。鉄道の改良に直結しない線路変更が1910年代のロームで行われた。これは、エリー・ウンガがローム市街の南の新しい流路に変更して、幅を拡大したためであった。 ニューヨークセントラル鉄道の本線は市街地の南側の新しい運河の南岸に移設された。旧本線が新しい運河の経路を横断していた位置とほぼ同じ場所、ロームの南東側に鉄道連絡を維持するための橋が建設された。市街地の西側では旧本線は廃止となったが、ニューヨークセントラル鉄道の本線から北へ、かつてのロームウォータータウンオグデンズバーグ鉄道に、 接続する全く新しい鉄道を建設してニューヨークセントラル鉄道の通し運行の列車がロームを迂回して通れるようになった他のアメリカ合衆国の多くの鉄道会社と同様にニューヨークセントラル鉄道は第二次世界大戦が終結すると急速に衰退し始めた大戦前から鉄道事業に持ち上がっていた運賃を厳しく規制していた 中裁通商委員会の過剰規制や自動車との競争などの問題が再び浮上してきたためである。さらに、1950年代における信頼できる航空機の急速な開発により、長距離旅客列車から旅客を奪い始めるという大いなる脅威がこの問題に加わった。連邦補助高速道路法が1956年に制定されたことにより、自動車にとって便利で、 効率的な道路網の整備が促進されて、多くの人々が自動車での旅行をするようになり、また鉄道ではなく、トラックで貨物を輸送するようになっていった。これに加えて、1959年のセントローレンス、回路の開通も、ニューヨークセントラル鉄道の貨物輸送に悪影響を与えた。五大湖沿岸の港へ直接コンテナ輸送できるようになり、かつては、 収益の上がった東部と中西部を結ぶ鉄道貨物輸送を不要としてしまった。同時にニューヨークセントラル鉄道には重い税金の負担があった。連邦政府、州政府、地方政府は旅客鉄道に必要とされる支援をするどころか、鉄道のインフラストラクチャーを資産税の格好の対象としてしか捉えておらず、こうした税金は週間高速道路に対しては課されないものであった。 問題をさらに悪化させることに、鉄道の旅客輸送には、第二次世界大戦時の15%の超過税が、戦争が終わってから17年も後の1962年まで課されていた。こうした問題が、アメリカ合衆国の鉄道を全体的に弱めて、いくことになり、ニューヨークセントラル鉄道の衰退につながった。1954年6月、 ニューヨークセントラル鉄道の経営陣は、ロバート・アール・ヤング及びその率いる、アレゲーニー・コーポレーションとの間でのプロキシーファイトに敗北した。アレゲーニー・コーポレーションは、クリーブランドのバン・スワリンゲン兄弟が1920年代に形成した不動産及び鉄道企業で、チェサピークオハイオ鉄道及びニッケルプレート鉄道を支配していたことで知られていた。この会社は、 結果的に世界恐慌の時期にヤングと資本家のアラン・プライス・カービーの手に落ちていた。ヤングは鉄道を無想的に考えていたが衰退しつつあるニューヨークセントラル鉄道の状態は彼が想像していたよりひどい状態であることが分かった。ヤングは約束を守ることはできず1958年1月に配当の支払いを中止せざるを得なかった。彼は その月末に自殺した。ヤングの死後、ヤングの役職は、ヤングの元で1954年から働いていた、アルフレッドパールマンに引き継がれた。会社の経営状態はひどかったが、パールマンは、鉄道の運営をかなり効率化して、会社の金を節約することができた。1959年以来、パールマンは営業損失を770万ドル減らし、 ニューヨークセントラル鉄道の名目上の株価を1.29ドル上昇させ、第二次世界大戦終結後では見られなかった額の配当を行った。1964年には、ニューヨークセントラル鉄道の長期債務を1億ドル近く減らし、また旅客営業の損失を4200万ドルから2460万ドルへと削減した。パールマンはまた、 ニューヨークセントラル鉄道の近代化プロジェクトをいくつも立ち上げた。最も重要なのが列車集中制御装置をニューヨークセントラル鉄道の多くの路線で使用開始したことである。さらに彼は多くの奏車場の建設あるいは近代化を監督した。有名なのは1966年にオルバニー郊外に開設された2000万ドルを投じたセルカークヤードである。 またパールマンは B-36 爆撃機に搭載されていたのと同じゼネラルエレクトリック J47Z エンジン2機で駆動されるバット製の M-497Z トレインをますます激化する自動車や航空機との競争への解決策として実験を行った。技術的には成功したがこのプロジェクトは試作段階を脱することはなかった。にもかかわらず パールマンの費用節減は鉄道の多くのサービスを中止することにつながった。ニューヨーク周辺の通勤路線網は特にこれで影響を受けた。1958年から1959年にかけてウェストチェスター軍及びパットナム軍におけるニューヨークセントラル鉄道のパトナム地区部門では通勤列車の運行が中止された。これに加えてハドソン川を渡って ジャージーシティのウィーホーケン駅へ結ぶフェリーの運行を廃止した。これは、ハドソン川西岸に沿って、ジャージーシティからオルバニーまで結ぶウェストショア線に悪い影響を与え、オルバニーまでの長距離列車は1958年に、そして、ジャージーシティとウェストハウェストローを結ぶ通勤列車は1959年に廃止された。しかし、ニューヨーク都市圏周辺の路線網は、 あまりの多くの乗客を抱えているため、こうした通勤輸送を廃止してしまうことは不可能であると証明され、仲裁通商委員会が運行の継続を命じることになり、ニューヨークセントラル鉄道の資金をさらに消耗させることになった。多くの長距離列車あるいは地域輸送の旅客列車は廃止されたりサービスの水準が切り下げられ、ミシガン州、イリノイ州、インディアナ州、 オハイオ州を通る路線においては、プルマンのパーラーカーや、寝台車が座席車に置き換えられた。オルバニーとバッファローの間のエンパイアコリドーでは、大きく運行が削減され、バッファローからナヤガラホールズまでは1961年に、完全に運行が廃止された。1967年12月3日には、有名な20世紀特急を含む多くの長距離列車が廃止となった。 エンパイアコリドーから分岐するアップステートニューヨークにおける膨大な支線網の運行も次第に廃止され、1965年にユーティカとレイクプラシットを結ぶユーティカ支線が最後に廃止となった。ロチェスター、スケネクタリ、オルバニーなどの壮大な駅は解体されるか廃止され、少しでも収入を上げ運営費を節減する努力がなされた。こうした 運行削減により生み出された節減にもかかわらず、より長期的な解決策がなければ再び、ニューヨークセントラル鉄道は、債務返済不能となることは明らかであった。北東部の多くの鉄道会社が直面している、問題は、衰退しながらもまだ残っている、輸送需要に対して、輸送能力が余剰となっているという事実であった。ニューヨークセントラル鉄道には、競争相手としてに大ライバル会社、 ペンシルバニア鉄道とボルチモアハイオ鉄道があり、これに加えてより小さなデラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道、エディ鉄道、レディング鉄道、セントラルレールロード・オブ・ニュージャージー、リーハイ・バレー鉄道などがあった。こうした鉄道会社を合併することが運営を合理化し競争を回避する方法として考えられた。 デラウェア・ラッカーナウェスタン鉄道とエディ鉄道は1956年から合同での運営を始めてある程度の成功を収めており、最終的に1960年のエディ・ラッカーナ鉄道の設立へとつながった。他にはバージに、アン鉄道、ウォーバッシュ鉄道、ニッケルプレート鉄道やその退屈かの会社の合併でノーォークウェスタン鉄道が成立し、 また、ボルチモアオハイオ鉄道、ウェスタン、メリーランド鉄道、チェサピークオハイオ鉄道や、その他のいくつかの会社を組み合わせて、チェシーシステムが成立した。大幅な合理化と、旅客輸送の削減がこうした、合併の多くの成功につながった。この傾向に従い、ニューヨークセントラル鉄道は少なくとも1950年代半ばには、しかし前述した。 いくつもの合併とは異なり、集裁通商委員会が運行維持を義務づけていたかなり大規模な地域、通勤旅客輸送を未だに運営しているという点で、ニューヨークセントラル鉄道との合併はかなり厄介なものであった。すぐに、ニューヨークセントラル鉄道と合併して成功する可能性があるだけの十分な資本を持つ会社は、ニューヨークセントラル鉄道の最大のライバルでそれ、事態が 大きな旅客輸送を行っていたペンシルバニア鉄道だけであることが明らかになった。この2社の合併交渉は1955年には行われていたが、多くの要因によりこれは遅れていた。集裁通商委員会からの干渉、労働組合からの反対、競合他社との利害関係、両社自身が合併計画を作成できなかったことなどがあり、進展は10年以上遅れていた。 合併協議の議論において二つあった大きな対立点としては、まず合併後に、どちらが過半数の支配権を握るかということに集中した。1950年代から1960年代にかけてのパールマンの合理化推進により、ペンシルバニア鉄道に比べて、ニューヨークセントラル鉄道の経営状態はより良い状態にあった。にもかかわらず、 ペンシルバニア鉄道の社長スチュアート・サウンダーズに強く求められた集裁通商委員会はペンシルバニア鉄道がニューヨークセントラル鉄道を吸収することを望んでいた。もう一点として集裁通商委員会は破綻したニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道をこの合併に加えようと望み、これは結局の地に1969年に実現することになったが、 両者ともこれを拒絶していたということがあった。結局この2点が最終的に合併後のペンセントラル鉄道の崩壊へとつながった。1967年12月、ニューヨークセントラル鉄道はその最後のダイヤを公表した。最後のダイヤはペンシルバニア鉄道との合併を前提として大幅に旅客輸送を削減したものとなっていた。有名な20世紀特急を含め、 多くの長距離豪華列車が1967年12月3日に廃止となった。通勤列車を含めペンシルバニア鉄道との合併後にも運行を継続する列車のみが残された。1968年2月1日、ニューヨークセントラル鉄道はペンシルバニア鉄道に吸収され、新しいペンシルバニアニューヨークセントラルトランスポーテーションカンパニーを設立し、 後にペンセントラルトランスポーテーションカンパニーと解消し、ニューヨークセントラル鉄道のアルフレッド・パールマンが社長に就任した。ペンセントラル鉄道は1969年に仲裁通商委員会に要求されて、損失の大きなニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道を合併させられたことで、急速に債務の負担が増大していった。これに加えて、 エリー・落下はな鉄道の前例と違い、正式な合併計画が策定されないままに、場当たり的なやり方で合併が処理された。両者の競争的な企業文化、労働組合の関心、互換性のない運営方法、コンピューターシステムなどが合併成功への希望を打ち砕くことになった。これに加えて、収益性があるように見せるために、パールマンは、 会社の準備金を株主に配当として支払うことを承認した。にもかかわらず、1970年6月21日、ペンセントラル鉄道は破綻を宣言し、その当時までのアメリカ合衆国で最大の企業倒産となった。倒産保護のもと、ペンセントラル鉄道の他の鉄道に対する債務の多くは凍結され、一方で他の鉄道会社のペンセントラル鉄道に対する 債務は凍結されなかった。これにより、すでに脆弱になっていた他の多くの北東部鉄道会社を破綻させるきっかけとなり、エリー・ラッカワナ鉄道、ボストンメイン鉄道、セントラル・レール・ロード・オブ・ニュージャージー、レディング鉄道、リーハイ・バレー鉄道などが破綻した。ペンセントラル鉄道は、アメリカ合衆国で民間企業による旅客鉄道輸送の最後の頼みの綱であった。 倒産に対応して、リチャード・ニクソン大統領は1970年、鉄道旅客輸送法に署名し、国有化され政府所有で補助金を受ける存在である、アムトラックを発足させた。1971年5月1日、アムトラックは、アメリカ合衆国におけるほとんどの地域、長距離都市間旅客列車の運行責任を引き継いだ。アムトラックはまた、 最終的にはほぼ電化されており、ボストンとワシントン DC を結ぶ北東回廊の所有権を引き継いだ。これは主にペンシルバニア鉄道とニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道から引き継いだ。ペンセントラル鉄道及びその他の会社は倒産した状態でさらに5年間通勤輸送の運営を義務付けられ、最終的に新しく設立されたコンレールに1976年に、 引き継がれた。もし、損失の大きな量各輸送を切り離すことができれば、ペンセントラル鉄道や、その他の北東部鉄道会社を収益性の上がる状態に再建できるかもしれないという期待があった。しかしこれは実現することはなく、各鉄道は破産状態から再建することはできなかった。統合鉄道公社、コンレールは、アメリカ合衆国政府によって、 ペンセントラル鉄道及びその他の破綻した鉄道会社の貨物鉄道事業を継承するために設立され1976年4月1日に営業を開始したハドソン川沿いのニューヨーク州コネチカット州及びボストン周辺ではペンセントラル鉄道の通勤路線網も引き継いだ1983年にはこうした通勤輸送はニューヨーク州とコネチカット州において 州政府が出資したメトロノース鉄道にマサチューセッツ州ではマサチューセッツ湾交通局に引き継がれた。コンレールは収益性改善を1990年代まで実行し続け続いていた鉄道会社合併の傾向により他のいくつかの鉄道会社により買収が模索されるようになり最終的にその資産は CSX トランスポーテーションとノーフォークサザン鉄道に吸収された。コンレールは運営合理化の努力の中でニューヨークセントラル鉄道及びペンシルバニア鉄道の路線を多く廃止しなければならなかった。にもかかわらずニューヨークセントラル鉄道の旧鉄道網の多くはまだ残されており CSX トランスポーテーション及びアムトラックが使用している。 まだ運行されている路線としては、ニューヨークとシカゴを結ぶ有名なウォーターレベルルートや、かつてのボストンオルバニー鉄道線、インディアナ州、イリノイ州、アイオワ州を通るケンカキーベルトルート、そして、ジャージー式とオルバニー郊外にある、セルカーク奏車場を結ぶウェストショア線などといったものがある。1998年6月6日、コンデールのほとんどは、ノーフォークサザン鉄道と、 CSX トランスポーテーションの間で分割された。ニューヨークセントラルラインズ LLC がコンデールの子会社として設立され、CSX トランスポーテーションによって運行されることになる路線網を引き継いだ。これは、かつてのウォーターレベルルートなど、ニューヨークセントラル鉄道の多くの路線と、他の鉄道会社からも多くの路線を含んでいた。 また、ニューヨークという報告記号も引き継いだ。CSX トランスポーテーションは、最終的にこれを完全に吸収合併した。ヘンリー・ドレフィス設計の流線系機関車ハドソン型、1938年から20世紀特急牽引に、用いられた20世紀の3分の2以上の期間に、渡って、ニューヨークセントラル鉄道は、アメリカ合衆国でも、最も有名な列車の運行で知られた。 20世紀特急は1902年に運行を開始し、ニューヨークのグランドセントラル駅とシカゴのラサールストリート駅を結んで、ニューヨークセントラル鉄道でも最も有名な列車であった。赤いカーペットを敷いた出迎えや一等車のサービスなどで知られた。1930年代半ばには多くの鉄道会社が空気抵抗を減らし速度を増すための流線系機関車の導入を進めた。 しかし1930年代にニューヨークセントラル鉄道がコモドア・バンダービルトを導入するまでは他の会社の流線形機関車はすべてディーゼル機関車であった。バンダービルトは一般的な蒸気機関車であった。1935年にニューヨークセントラル鉄道はバンダービルトの経験に基づいて2番目の流線形蒸気機関車センチュリーを導入し、 さらに1938年6月15日に流線形改造を受けた後には960.7マイルの工程をちょうど16時間で走行したウォーターレベルルートがこれに続いた。この機関車は第二次世界大戦後の短期間、この工程を15時間30分で走行したこともあった。同様に有名だったのがアップステートニューヨークを横断して、 バッファローやクリーブランドへ結ぶエンパイアステート、エクスプレスやニューヨークとシンシナティを結ぶオハイオステート特急などがある。ニューヨークセントラル鉄道はまた1936年のレクソールトレインも運行した。これはドラッグストアのレクソールの宣伝のために47州を巡回したものであった。以下にニューヨークセントラル鉄道の主要列車を示す。 ニューヨーク・シカゴ・マーキュリー・マーキュリーの名を持つ列車の一覧、すべて1936年から1956年の運行ニューヨーク・セントルイスその他すべての列車が、ニューヨークではグランドセントラル駅に、ジャージーシティではウィーホーケン駅に、ボストンではサウス駅に、シンシナティではシンシナティ・ユニオニ駅に、デトロイトではミシガンセントラル駅に、セントルイスではユニオン駅に、 そして、シカゴでは、ラサールストリート駅に発着した。ニューヨークセントラル鉄道は、他の多くの鉄道同様に、かなり大規模な通勤列車網をニューヨーク及び、マサチューセッツで運営していた。ウエストチェスター郡の住民は、ハドソン線、ハーレム線、パトナム線などで、マンハッタンのグランドセントラル駅までの運行を利用でき、一方、ニュージャージーやロックランド郡の住民は、 ジャージー式とウエストヘイバス島の間のウエストショア線の運行を利用できた。ありがとうございます。